アメリカのオバマ大統領のミシェル夫人が今月20日から1週間の日程で中国を訪問しています。案内役を務めたのが習近平国家主席の彭麗媛夫人。ファーストレディ同士の交流は中国のメディアでも大きく伝えられるなど友好ムードの中行われました。アメリカと中国双方の狙いはどこにあるのでしょうか。万里の長城を見学するミシェル夫人、今月20日から中国を訪問しています。今回の訪問で案内役を務めたのが習近平国家主席の彭麗媛夫人です。虽然我们初次见面，但是就像认识很久的老朋友一样。北京市内の高校では彭夫人に手ほどきを受け書道に挑戦しました。そして生徒と卓球を楽しんだミシェル夫人に対し、彭夫人は40数年前米中は小さな球を使って地球を動かしたピンポン外交を行い両国関係の改善と発展につなげたと述べ、米中関係の重要性を強調しました。ただアメリカと中国の間には溝も少なくありません。アメリカは中国政府がインターネットの管理を強化したり汚職への抗議を弾圧する動きを強めたりしているとして懸念を示しています。昨日北京大学で講演したミシェル夫人は、But when it comes to expressing yourself freely and worshiping as you choose and having open access to information, we believe those universal rights. この発言は一部のソーシャルメディアへのアクセスを制限したり人権活動家などを抑圧したりしていると指摘されている中国政府を暗に批判したものと受け止められています。今回のミシェル夫人の中国訪問、アメリカの狙いはどこにあるのでしょうか。米中関係の専門家は停留に不信感がある関係を変えたいという思惑があると見ています。 China sees the United States thwarting its legitimate rise. The United States sees a rising China building a military very rapidly and which now wants to be the hegemon of East Asia.Mrs. Obama's visit is a chance to change the tone, the atmosphere of U.S.-China relations. It won't change any of the issues. 一方の中国側、ミシェル夫人と面会した習近平国家主席はこう述べていました。我也期待着过两天在荷兰的海岸与他共同出席荷兰的和平会。中国としては24日からオランダで始まる国際会議に合わせて行われる予定の米中首脳会談に向けて友好ムードを演出する狙いがありそうです。